はい、おはようございます。はい、今日はおはようございます。隣駅までちょっと買い物行きたいと思います。なので久しぶりじゃないけど電車で移動したいと思います。今日は朝からアイスちょっと暑いからまあ一応でいいかな。日本滞在何日目かな、4日目3日目、そう2日間はねのんびりしてました家で。おいしい。あ、おいしい。おいしい、よかったね。パパグッドグッド。あそこだったんだ。あそこ行けなかったっけ。今度行こう。どこ？あそこ電車が見える。Second Street いつも Facebook の YouTuber で見てる。こっち行きたかった前から。あ、古着とかの。いや先行ってて。何階だろう。4階みたいな。エスカレーター？エスカレーターじゃなくてエレベーター？あ、じゃあこの中に行きたいと思います。あ、すいません、セカンドスリート行きたかった。はい、先ほどのセカンドストリートで何か買ったの？これ、このちっちゃいバッグ、娘の。あ、娘プレゼントの、ね、プレゼント500円。500円だったんだ。うん、ちょっとこれ知らないよ、このブランド。でもいいじゃん、ケレキャン。ケレキャンかわいそうなんで、ちょっと遊ばせたいなと思うんだけど、今眠くなっちゃったね。はい。ここはね、所沢のね、甲府公園なんですけど、日曜日なんでね、お店いっぱい出てます、当然。ちょっと見ていこうか。はい。眠いけん。すごい眠そうだね。やば。あ、それ脱いで。暑いからそれ。ダメだ。ハイヒール。走ろう。ハイヒールでいいの？はい。けん、左。大丈夫だよ。ここ歩けるでしょ。大丈夫だよ。パパいるから大丈夫。うん。ああ、ある。あるね、遊ぶところが。こっちもある。食べたいの？かき氷？冷たいよ。冷たいけどいいの？かけ放題な。これ350円でシロップかけ放題なのね。ここで選んで。何色がいいかな？何がいいけん？何色がいいけん？緑がいいの。緑。オッケー。やっぱり緑だけ。緑と。あと何入れる？あ、黄色とかある。ピンク。美味しいなそれ。わかんない。あ、いちごかなこれ。メロンといちご。ちょっと食べてみようかな。いいよ。フライ。アイス。おいしい？おいしいのけい。おいしいだって。ちょっと暑いな。うん。はい、よ、ここでいいよ。ここかな？うん、ここかな。ママ、トライ？うん、食べて。
氷だからこれ、うん、かき氷って。剣はダメ、こぼれるから。やだ、剣もこぼれる、こぼれる。 OK OK、横で横で日本にやって OK OK。 まだまだね、暑いからね、かき氷はまだ本当はもうこの時期食べないと思う。あ、はい。あ、あ、おいしい。おいしいね。おいしい。メロン、おいしい。ママが足痛いっていうの靴買いましたね。前ね、日本に来た時買った靴が、ね、きついみたいなんでね。新しいやつ。これ楽。楽？楽だ。痛くない。痛くない。足が動いてる、すごい。おー。これは。なんか足が動いてないから痛い。つま先がすごい痛かったね。はい。あと後ろも血出ちゃってもんな。そうそう。この靴を走ってもいい。ああ、ジョギングしてよ。ケンはね、寝ちゃったね。疲れちゃったから。あれ、マクド見える？マクド。マクドナルド行きまーす。これ本当に楽です。何時間歩いても大丈夫。これは痛い、歩けない。僕はね、マクドを食べたくないんで今スーパーマーケットでおにぎり買いました。ジェシカはマクド、さっきね、ヤオコーでおにぎり買ってきましたんで。違う味？全部違う味。明太ツナ、おいしい。わあ、よかった。昨日の夜から食べたい言ってたもんな。昨日夜食べたい言ってたね。マクド行きたい行きたいって言ってたよね。でも、うん、夜は朝、昨日ね、夜、うん、美味しいねこれ、ほら、これはオレンジジュース。そうね。わー、いただきます。久しぶりだ。うん、すごい。これもハンバーガー。ハンバーガー、美味しいよ。食べる？でも食べるか。食べる。うまい。パパはおにぎり食べます。マクドやで。マクドもダメ、胃が持たれてから。パパ、これは？うん。おにぎり、うん、辛いよ、食べろ。おいしい。幸せ、幸せ。これで幸せなの。だって、俺日本帰ってきて、うん、初めてだ。あ、そうか、そう、最近パパ、ご飯、はい、ご飯食べたら、はい、おばちゃん喜ぶよ。喜ぶ。いいくなる。これはおばちゃん嫌い。嫌い。喜ばない。何？何？マクドナルド好き？違う、もっともっと好きだって。あ、ジャパンのマクドナルドの方はフィリピンよりもっと好き。 OK。 おばあちゃん怒るけどね、これは食べたら、うん、おばあちゃん喜ばれる。うん、まだこれから買い物に行けます。疲れたな。近い？すぐ近くだ。お腹いっぱいある。はいよ、はい、いっぱい、はい、遊ばれた。はい、よくできてました。遊ばれた、遊ばれた。今日ね、2軒目のセカンドストリート。うわぁ、安いやつでしょ。白いは1600。ああ、あの黒いは500円。ああ、安いじゃん。そう、全部2300。やったー。